どうも皆さん、デュエルリンクス老害系実況者のリュウです。さあ本日なんですが、すごくね偉そうなタイトルで申し訳ないんですけども、コナンよ聞けという、動画になってまして、デュエルリンクスラジオのお時間でございます。サブタイトルが、デュエルリンクスの発展のためにというね、タイトルでございましてですね、デュエルリンクスの対人戦関係の問題点について今日は皆さんと一緒に、考えていきたいなといったところで、デュエルリンクスってね、対人性の機能にね、大きな問題点を抱えているんですよ。まずですね、普通のカードゲームの仕様について、整理していきたいんですが、フリー対戦の普通のカードゲームってエンジョイしたい人がフリー対戦に行って、でガチで戦いたい人はランク戦に行くという、そういう流れじゃないですか、基本的には。だから環境デッキはランク戦、エンジョイデッキとかネタデッキとか環境化デッキなんかはフリー対戦でやるキャラデッキとかもそうだね、なんですけども、デュエルリンクスではフリー対戦にはなんとね、ボットしかいない。ボットと自殺デッキ、これで9割5分、占めます。エンジョイデッキなんていうのはね、どこ吹く風ないです、そんなデッキは。でランク戦に、つまりエンジョイ勢が行かないといけないんですよ。でランク戦っていうのは基本的にそのガチ勢がね、戦う、ものだと思うんですよ、個人的には。なんでお互いにとって良くない対戦環境になっていると思うんですよね。これね、フリー対戦の、その仕様に問題があるんですよ、仕様に。でデュエルリンクス、このフリー対戦がどうなってるかっていうと、ボットが湧きまくっておりましてですね、この間シャークさんのスキル掘り、生放送をやったんですけど、その、放送を見ていただいた方だったら分かると思うんですが、ボットでほとんど10戦やって10戦ボットみたいなことが起きてまして、これなんでこんなことが起きてるかっていうと、あちらにボットっていうのはその不正ツールをね、使って自動的にスキルを掘っているアカウントのことなんですよ。これおそらくなんですけども、これ予想です、僕の。不正ツールを利用してスキルを掘って、スキルを習得したアカウントを売ることで利益を得ているっていう、これやっていたとしたら規約違反になるんですけども、こういうことをやってるんじゃないかなと思うんですよ。でこれが起きていることによって何が問題かっていうと、その普通はフリー対戦ってエンジョイ勢がね、キャラデッキとかを使って遊んだりとかできる場になっているはずなんですが、エンジョイ勢とかがフリー対戦で遊べないと、要は機能しないから、対戦の場として、だからランク戦に潜らざるを得ないんですよ、結果として。要は新しいキャラクターデッキとかエンジョイデッキを作った場合に試せる場所がないんですね、ランク戦しか。でじゃあランク戦ってどうなってるかっていうと、やっぱガチ環境のガチ勢がそこそこ多いわけじゃないですか。だからちょっとそこ、それもまた後でやるか。で一応フレンド対戦とかルーム対戦はもちろんあるんですけど、人集めるのしんどいんですよね、これ。いちいちフレンド対戦でなんかその連絡してなんか、お今空いてるとかやってるのめんどくさいでしょ。スマホ1台でできるゲーム、1人でできるゲームなのにそんなことしなきゃいけないのっておかしいですよね。でルームいちいち作るのもめんどくさいでしょね。だからこれフリー対戦が全く対人戦として機能していないということで、エンジョイ勢が一切エンジョイできない環境っていうのがやっぱりフリー対戦の問題点。これ最近ね、50億デュエル突破みたいなこと言って、プレゼントみたいなのをね、皆さん、もらったと思うんですよ、デュエルリンクス内のゲーム内において。あれ、相当数、ボット同士の不毛な対戦含んでますよねっていう話なんですよ、これ、おそらく、50億デュエルの中の、何十億デュエルがボットなのか知らないけど、ね、これやっぱね、おかしいと思うんだよね。だから、まとめとくと、フリー対戦をエンジョイ勢が楽しめるように修正するべきなんじゃないですかって私は思っています。永遠とボットに当たるのは辛い、しんどい、正直。で逆にじゃあランク戦には、ちょっと文字細かくて申し訳ないんですけども、ランク戦にはどんな問題点があるかっていうと、前提条件としてどんなゲームでもランク戦っていうのは上に行けば行くほど強いデッキが多いのは当たり前で、で降格戦とか、要はその負けたらポイントが減るのも当たり前なんですよ。なんですけども、これエンジョイ勢がフリー対戦の環境が死んでるから、ランク戦に潜らざるを得ないっていう状況が今デュエルリンクスにありまして、これが起きてると何が起きるかっていうと、ランク戦にエンジョイデッキとガチデッキの両方が混在するっていう事態になるんですね。でガチ勢の思考としては環境デッキを使って調整したいんですよ。例えば新しいパックが出て新しいデッキを組んでみて、これが一体環境デッキと比較してどのぐらい強いのかとか見たいんですよ。
あと、要は KC 前とかだったらランク戦潜って、まあ、いろんな環境で戦って、まあ、相性みたいな確認したりとかしたいんですけども、これがやっぱりね、しづらいのは結局ここなんですよね。これ混在していると。でエンジョイ勢の思考としてはやっぱお楽しみデッキを使ってデュエルしたいんですけども、環境デッキしかいないから、だからランク戦がお互いに適した場所になっていないというのが僕が一番問題として、提起したい部分です。もちろんね、エンジョイデッキを使ってランク戦潜るのは自由ですよ。その自分が使いたいデッキを使ってランク戦潜るのは自由だけど、それで勝てなくて文句を言うのは違うと思うんですよ。これね、ちょっとそれ一個問題点があるかなと思ってるのは、プラチナ以下の降格戦が廃止されたのって多分なんですけど、これエンジョイ勢の意見反映されてるんじゃないかなと個人的には思っていて、これどうなんだろうね。これはちょっとコナミさんに聞いてみないと分かんないんですけども、ガチ勢とエンジョイ勢が行き場が同じランク戦になってるわけで、そうすると当然エンジョイデッキでは勝てないじゃないですか。そう、さすがにそうですよね。だからそれ面白くないとなって降格戦廃止が起きたんじゃないかなって個人的には思ってるんですけど、これどうなんですかね。フリー対戦がもっとちゃんとしてれば、そのフリー対戦にエンジョイ勢とかは結構行って楽しい見るじゃないですか。でランク戦はランク戦で強いデッキが多いみたいな感じになると思うんで、この問題起きなかったんじゃないかなと個人的には思ってるんですけど、これどうなんですかね。これちょっと真偽は定かじゃないんですけども、だからこれ正直ガチ勢にとっては降格戦の廃止っていうのが良くない変更だったのかなと思っていて、だから調整の場としてね、適さなくなったりデッキの強さを破壊しなくなったっていうのがあるんで、まあ、個人的にはこれは僕も正直ガチ勢ではないけど思っていて、僕も正直エンジョイ勢代表だと思ってるんですけども、ガチ勢、の気持ちがすげえわかるんですよ。これはデッキの強さ測れないですよね。新しいパック出て新しいデッキ作って10連勝とかしてめっちゃ強いじゃんこのデッキと思って紹介するんだけど、これ冷静に考えたらリプレイが環境デッキ相手じゃないんですよ、ランク戦なのに。そういうのがあるんですよね。ちょっとどうなのかなみたいなところ思ってます。でガチ勢の理想としては降格戦がしっかりと用意されていて、なんか負けて学べる、環境でデュエルをした方がいいのかなと思ってるんですよね。まあ、もちろんさっきも言ったようにエンジョイデッキでガチデッキを倒しに行くっていうのは自由なんですよ。ただそれで勝てなくて文句を言うっていうのはやっぱりちょっとそれでもランク戦の難易度が下がるっていうのはちょっと良くないなと個人的には思っていますといったところ。だから、まとめとくと、現状はランク戦はガチ勢にとってもエンジョイ勢にとってもすごく微妙な環境になっちゃってるんじゃないですかっていう問題提起、そしてフリー対戦ボット相手にただただスキルを掘るための環境になっているんじゃないかなという問題点なので、フリー対戦の仕様を見直すことによってランク戦のレベルも上がるんじゃないかなと個人的には思う。皆さんはどう思いますか。これに関してはデュエリストごとに適した場所を作るっていうのはやっぱりその運営側の仕事だと思うんですよ。これ俺たちができることじゃないんで。だからまあね、場合によってはねプラチナ以下の降格戦も復活させるっていうことで上位ランクの価値もなんかちょっと上がるんじゃないかなと個人的には思うんだけど、まあもちろんね上がりにくくなってちょっと無課金なのになんかキングになれなくてつまんねえってなっちゃう人もいるかもしれないけれども、でもさ、もともとランク戦ってそういうものじゃないですか。どんなゲームでもその上位に上がるのが難しいのはどんなゲームでもそうなんですよ。これやっぱ難易度を落としすぎるとやっぱりガチ勢のそのなんだろうな、モチベーションも下がるんでね、良くないんですよね。だからちょっとこの辺のバランスは難しいんですけどね。だからランク上げの難しさをある程度担保するっていうことはどんなゲームでも大事かなと俺は思う。だからフリー対戦の仕様を見直すことで全体的なランク戦のレベルが上がってくれるんだったらそれはそれでいいことだし、うん、これ難しいですけどね、この辺の問題は。はい、というわけで、フリー体制の改善にはじゃあ具体的に何をすればいいかということなんですけども、簡単ですね。スキルを掘るためのボット排除するということ、そして対人戦でスキルが落ちやすい仕様の廃止、これが一番に簡単じゃない。対人戦でスキルが落ちやすいっていう仕様を廃止すれば多分そのボットでその要は対人フリー体制に潜る意味がなくなるから、そうするとフリー対戦がちょっとエンジョイ勢としても楽しめるようになるのかなと。エンジョイ勢が楽しむ場っていうその風潮文化を浸透させるっていうのも大事ですよ、これね。今マジでその文化浸透してないんですよ。 OCG とかだと結構その、まあ、なんだろう公認大会とかはちゃんとしたデッキが出るし、なんかフリー対戦の場とかだったらエンジョイしてる人たちが集まるしみたいな、なんか砲玉銃デッキでなんか砲玉カウンター用意してる人いるみたいななんかそういう人と対戦できて楽しいみたいな感じになると思うんですけど、文化的にね、そういう文化があるから。
リンクスはあんまりこの文化が浸透してないから、今なんでかっていうと、そのボットしかいねえからフリー対戦に何度も言うけど、だからその住み分けとしてガチ勢がランク戦、エンジョイ勢はフリー戦みたいな住み分けができるといいと思う。まあもちろんエンジョイ勢がランク戦に行くのは自由だよ、自由だけど、それで文句は言うなって話ね、あの負けても。はい。で、ライトユーザーがね、あの安心してプレイできる環境を作るっていうのはね、あのどうしてもやっぱりライトユーザーってすごい多いと思うんですよ。ピラミッドで言ったらライトユーザーってすごい下の方にいっぱいいると思うし、あの土台を作ってる、要はライトユーザーが楽しめる環境じゃないとやっぱりそのゲームって成立しないとは思うんで、それは大事なんですけども、もちろんね、なんだけども、そのガチ勢が楽しめる環境ももちろん大事だから、この辺のバランスを取っていくのが、まあ、運営さんの、まあ、あのお仕事なのかなと思ってます。はい。というわけで最後のまとめ、デュエルリンクスはとっても面白いカードゲームではあります、かなり。なのでだからこそ対人戦環境がより良いものになるように調整をしていただきたい、まあ、そんな風に、思っております。ぜひですね、小林さんにはこのところ見ていただきたい。いつもね、本当偉そうに言って申し訳ないんですけれども、個人的な意見とは言いましたが、一応ディスコードとかでも同じような意見結構上がってるんで、まあ、ユーザーの意見と捉えていただいてもいいのかなと思っておりますので、ぜひですね、あのご一行いただければと思いますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。